父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い火を。火山会長バル、その必要な攻撃の前についに力尽きたタロ、そして救世主ゾフィーもまた呆然と見守るザットの目の前で残忍なバードンのくちばしを浴び、その命を閉じた。タロを倒れゾフィー亡き今、この危機を救う者は誰か。勝ち起こった雄たけびを上げて会長バードンは空高く消えていった。あれから3日、ザットは全科学力を挙げて会長バードンの行方を求めた。しかしあまりに早く、あまりに広範囲にわたるバードンの行動に手も足も出なかった。はい、ザットです。いや、我々もあらゆる方法を講じて、それは分かりました、はい、ザットです。いや、しかし、分かりました。おっしゃることはよく分かりますが、手がかりは全くなく申し訳ありません。とにかく全力を尽くしておりますから。そしてザットの苦悩を嘲笑うかのように、全国を股にかけたバードンの被害は広がっていった。もしもし、こちらザットですが。何？横浜の倉庫街。横浜の食肉倉庫街、はたまた動物園、養魚場と肉のある場所が次から次へとバードンに襲われた。お母さん、ゾフィーも雨に濡れてるの？そりゃ雨が降れば何でも濡れてしまうのは仕方ないわね。さあ、閉めましょう。かわいそうだな。ゾフィーは僕たちのことを助けてくれたんでしょ？それなのにこんなことになっちゃってさ。それというのも、みんなザットがだらしがないからよ。お母さん、ザットだって一生懸命やってるのさ。現に東君だって命を落としたの。あなた、あなたはどっちの味方なの？私たちは被害者なのよ。ウルトラの兄弟も被害者だよ。私たちだけじゃない。彼らは命を失ったんだ。東さんがいなくなって健一君はどうしてるだろうな。
お前には新しい力があるのですよ。タロ、起きなさい。タロ。お母さん、僕は。あなたは危うく命を失うところだったのです。でももう大丈夫。さあ、早く地球に戻りなさい。子供たちがあなたを呼んでいます。はい。お待ちなさい、太郎。このブレスレットはあなたの新しい武器です。ありがとう。全国各地で家畜や食肉倉庫が襲われ、いつどこからやってくるかもわからない悪魔のようなバードンを防ぐ方法が検討されていた。今言った通りだ。意見があるものは言ってくれ。副隊長、要するに日本中から肉をなくしまえばいいんでしょう。バカモン、そんなことができるか。タンパク質はな、人間にとって重要な栄養分だ。ダメですか。そんなことよりも鳥はどうやって肉のありかを知るかだな。目がいいからじゃない。匂いってこともありますよね。じゃあ音ってこともあるだろう。あ、そっか、うん、よし、この際できることは何でもやってみよう。全国に手配してくれ。それから家畜は絶対に外に出さないこと。できるだけ静かにさせるんだ。はいはい、はい、ザット緊急指令、ザット緊急指令。ザットの指令は直ちに全国に飛んだ。輸送は全面的にストップ。市場から魚や肉は姿を消した。さあ、孝太郎さんの匂いをよく覚えるんだ。お前だって孝太郎さんのことが心配だろ。おい、もう分かったのかい。なんだ、ポーチお腹が空いてたのか。ダメなんだよ、肉屋はザットの命令で休みなんだ。さあ、もう一度やってみるんだ。分かった分かった。お腹が空いちゃ何もできないんだね。太郎さん、どこに行っちまったんだろうな。こっち、どうしたんだよ。肉を隠されて飢えたバードンはマンモス団地の人間を襲い始めたのだ。
原、北島、28号方面から向かえ。上田を俺についてこい。はい、あ、圭一君、ご覧ください、危ない。そうだ、ウルフの中に隠れろ。はい。俺が助けに行く。ここで食い止めてくれ。了解。ザットの攻撃に怒り狂うバード。ケイジがザットが危ない。あ、タローだ。ウルトラマンタローだ。ちゃんとついてるな。え、おい、幽霊じゃありませんよ。おい東、お前ウルトラの歯に助けられたんですよ。ウルトラの歯？そう、ウルトラの歯にね。あなたは東君、生きていたのか。え、東さんがどこ。いろいろご迷惑をかけてすいません。いやいや、君の責任じゃない、怪獣のせいなんだよ。どこ。たけし、何するんだ。母さん、帰ってください。二度とここには来ないで。あなたが来ると必ず怪獣が現れるわ。お母さん、なんていうこと。東君はそんな人じゃない。あなたの怪我も、元はといえばこの人がくれたスイカが原因です。違う、私の怪我はあの鳥のせいだ。東さん、あ、カナリアが
行水を始めたね、父さん。おう、暴れている時と行水の時と聞き分けられるようになったな。暴れる時？ええ、時々わけもなく暴れることがあるんですよ。なぜですかね。ゾフィーの死んだ日も暴れていたね。思い出した、私が怪我をした日に研究所で飼っていたのも暴れていたな。ちょっと待ってください。今日は何回暴れましたか？さあ、2回だよ。うん、昨日は？やっぱり2回だ。一昨日は？わかんないや。でもゾフィーの死んだ日と飛行機に落ちた日も暴れてたよ。やっぱり。ありがとう。どうしたの？この近くにあの鳥の巣があるかもしれないんだ。なんですって？あなたにはいつも怪獣がついて回ってくるのね。お母さん、すいません、失礼します。東さん。幸太郎の報告でザットは三度大熊山へやってきた。そしてまだ調査してなかった唯一の場所、大熊山の谷を調べることになった。おい、なんだあれは。鳥の卵だ。ここが巣だ、間違いないぞ。おい、じゃあまたあの卵から鳥が生まれるってことも。これ以上騒ぎを大きくしたら大変ですよ、火山の熱で孵化するってこともあるな。冗談じゃない。よし、すぐ処理しよう。はい。
我々家族は恵まれてるんだ。ウルトラの兄弟やザットに助けられたんだからね。ウルトラの母は死んだ子供を連れに来たんだ。ウルトラの母がゾフィーを？タケシ、見えるのか？タケシ、君たち、ウルトラの国ってどんなところだと思うかい？デザインを変えてすぐ送ろう。大呼び母を求める宇宙怪獣ライドロン親子、吹きすさぶ嘆きの嵐は狂った女だけが知っている。さあ来週も見よう。